傾きで、うん、あっち側はもう1万2000円で止まってたんですけど、ね、1万4000円メーターで超えてないと思う。オレンジラインの外が走ってて見ちゃう。オレンジライン前はでも4500円吹きつけた。吹きつけたんで、これはまだ固まってる。まだ吹きつけないで。ということで、またもですね、ヤングマシーンはやってくれました。昨年2016年の12月に発売された、ヤングマシーン2月号ではですね、いいですか、ここですよ、ここ見てください、CBR25RR で私が肘すりにチャレンジしておりますが、ね、肘すりにチャレンジしておりますが、今回放送するこのパターンはですね、砂利の最高速チャレンジですよね。昨年末にも実はやってるんです。これを、実は、トリックスターの鶴田くんと協力してですね、まず H2R で昨年385キロっていう記録をマークしたんですが、それを突破しに行こうって言ってですね、まあ行ってきた。まあそれをやりながら、だけど今やっぱり250だよねっていうことで、なんと CBR250 を持ってですね、200キロ、オーバー200キロ、実測ですよ。実測オーバー200キロにチャレンジというのをですね、やってきたので、1月24日発売、ヤングマシン号で、その模様をドドンってやっておきますのでね。CBR250RR の情報についてはですね、まだまだこの後、たくさん持ってますからね。ぜひ皆さん、マルチャンネルを楽しみにしていただければと思います。それでは、今回は、この辺で終わりにしておきたいと思いますが、最後に一言言わせてください。チャンネル登録をよろしくという CM をするんですが、新しくここにですね、チャンネル登録マークがつきました。めんどくさくないからポチッと押しといてください。そうするとですね、チャンネル登録者数がですね、今約2万5000人ぐらい、まあ、早めに3万人突破とかね、あわよくば今年中に10万人ぐらい行っちゃいたいなと思ってるんですよ。チャンネル登録はこちら。よろしくお願いします。